ね、はい、パンクの方ちょっとね、はい、行きましょうか。はい、はい、ワクワク、ワクワクですね。はい、広川さんこの間ね、トリレのウィナーズカップの時に、ね、あ、そうですね、手伝っていただいて、はい、お伺いさせていただきました。久しぶりに競輪場に足を運ばせていただいて、はい、熱気とね、はい、直接見る、ね、あの競輪はやっぱり本当に新鮮で臨場感があって、はい、本当に感動しました。結構お客さんの人と触れ合ったりとか、そういうのもあったり、そうですね、ブース対応もちょっとさせてもらったりとかしたので、はい、その時にあの現地にね来ていただいてるね、あの方、ファンの方とかももちろんなんですけど、はい、まあ、あの実際に競輪場に遊びにいらっしゃる方とかね、うん、もうちょっとお話しさせてもらったりとかもしました。うん、あ、じゃあこっち、マジ、はい、はい、いいなぁ。お二人は、はい、まだ来てない、何回目ですか競輪場？私も初めてです。みなさん初めて？はい、初競輪場、うん、だからドキドキしてる。へぇ、マイツーは？私はあのライブで行ったことあるので、はいはい、こういう場所は初めてです。裏側しか読めない。そうか、大丈夫、大丈夫みたいですね。かわいい。あ、マッピーだ。マッピー。スターライト歴333歳。何歳？これ梨の頭なんです、こちら。え、マッピー？マッピー、梨の頭なの。梨なんだ。そう、よく見たら、ヘタもついてて。そう、梨畑に降りてきたんです。それ事前に調べて持ったんですね。はい、松戸市内にいるらしい。本当だ。その日3つのハッピーに出会える。もう会いたい、いっぱい、もういっぱいいました。松戸市内にいるんだ。今もうここにいっぱいいるわけです、はい、そう、もうこれでね、今日みんなハッピーです。はい、明るくなってきましたね。わーい、すごい。なんか実際見るとこれすごいですね、広い。ね、広いですよね。広いです、ね。ここで本当に見ていいってことですか？そうですね。今レースやってればここでもう目の前でも走ってる。絶対ここで見たい。そうですよね、やっぱ。ね、近い。迫力が。ね、迫力ありますね。すごい。傾斜とかも。ね。映像で見るのと全然違くない？全然違う。うん、こんな。傾斜わかんなかったですね。確かに、うん、ね、平らに見えるよね、映像、左の方とか見るともうなんか坂みたいな感じですもんね。綺麗、うんうん、ね、綺麗、ね、めちゃくちゃ綺麗です、ね、かっこいい、ね、マッピーいますか？いない。マッピーいない。バン君は？バン君はいないか。まあ、でもさっき見たから、うん、もう確かに、これからハッピーなことが起こる。3つある心っていうのがね、何、はい、だろう、1体見かけたら3回ハッピーが起きる。うん、何体見た？いっぱい、もう10匹、ね、そう、10匹、12匹。あともう、ごめんなさい、失礼しました。あれだよね、ね、初めて入る。すごい、ね、迫力ある、ね、まさか入れると思わなかったです、ドキドキして。いいですか、本当にいいの？なんか神聖な、で、多少だから、あ、本当ですね、タイミングいいですね。今場外発売やってるんで、お待たせいたしました。はい、入場です。あ、向こう側からも入ってきた。はい、じゃあ行っちゃいましょう。よりこの傾斜がすごいわ、ね、こんな、こんなになってんだ、ね、すごい、あんな速いスピードで起き上がってってるんだな。すごい。これは何メートルあれなんだろう。これ松戸はね、333メートル、一周333バンクって聞きますよ。そう、競輪場の中だとこの小さい方というか、うんうんうん、他に400バンクだったり、うん、500バンクだったり、はい、あったりするので、でもそれでもやっぱりね、中入るとこれだけ大きいですね。500なんて入ったら、もうわーって感じになりそう。すごい、走ってる、ね、90度ぐらいに見えます、この角度。まあでもここから見るとそうですね、4辺見ると、うん、
かったと思う。まあ、ちょうど練習してるね、選手もいますけど。すごい。確かに角度がすごいですよね。ね、懸垂も、あの傾斜をあのスピードでね、走れるってすごい脚力なんですね。そうですね。なんか当たり前のようにね、今ね、乗ってますけど。すごい。画面越しだとよくわからなかったけど、ね、ここまで直接見ると全然やっぱり違いますよね。うん、そうですね、本当に。すごい気持ちいいですね。気持ちいいですね、うん、天気も天気、ね、天気もいいし、あ、すごい、なんか、ね、なんか春って感じです。タンポポがいっぱい小鳥もね、かわいい。検査場の中入ってきましたね。ドキドキ、はい、バンクで、はい、楽しみ、うん、初めて、すごい、感じです。いらっしゃいます。こんばんは。みんなここになっちゃってる、うん、すごい。こんにちは。こんにちは。はい、すごい。ここ普段選手がこう自転車を整備したりやってるところですね。へ、はい、なんかかっこいい。タイヤの香りかな、なんか。あーね、そう、香りが、うん、香りなんかあります。タイヤの、あ、はい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 、そうですね、独特な、うん、そうですよね。すごい、電車かっこいい、うん、であっちにローラーのね、あーやってこうダウンしたり、アップしたりね、ダウンしたり、うん、こっちにもね、クールダウンとか、そう、そうですね、あとレースの前にここで乗ってこうちょっと体こう温めて、ウォーミングアップですね。ローラーってどうやって使うの？ローラー、ローラー、うん、優先ローラー。そうですね、これ自転車ここで、なんていうんだろうな、ないとなかなか説明しにくいですよね。自転車、うん、そうそう、ここでシャーって、うん、そうなんですよね。すごい、ちょっと見てみたいですけどね、ね、実際に、うん、どんな感じかね、使ってるところも、ね、見れたらよかったですね。かっこいい。すごい。こんなに細いんですね、タイヤ。細い。そうなんですよね。普通の自転車よりはね、確かに。確かに。うん、で、ツルツル。見てみますか。そう、うん、本当に。見たいです。私が普段使ってる自転車とは全然違う。うん、え、すごい。こんなところに手ないもん。こんなでっかいし。細いし。すごいね。確かに、みんなこうね、ね、こうなって、うん、タイヤのさ、ギザギザもさ、違くない、うん、ブレーキもないんですもんね。あ、そうそう、ブレーキがないのが特徴です ね、このそうだ、競輪用の自転車っていうのは。へぇ、まあ、本物や。かっこいい、ね、なんか音しません？音します、うん、確かになんかシャーってね、シャーってえ、ちょっと行ってみますか。はい、すごい。なんだろう、こんにちは。こんにちは。すみません、喋りかけちゃって。これは 何中ですか？何中ですか？今ローラーをこの、はい、ローラー、ローラー、そうですね、三本ローラー、三本ローラー、ローラーって言うんですね。ああ、はい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 。これは何のためにしてるんですか？あ、多分、あの、何の、すごい、あ、トレーニングもできちゃう。あ、その目的というか、こう何のためのローラーなんですか？そうっすね。改めて聞かれる。難しいですよね。で、今日はちょっとね、レースの開催日じゃないんで、うん、まあ、田中さんが練習で、ね、うん、来られていてっていう感じで。走ってより負荷が変わるんですよ。クールダウンに使った。クールダウン。ローラーをして、今ちょうどバンクも走られてきて、で戻ってきてクールダウンっていう感じなんですかね。そうか、普通に手離して乗るのも多分、ね、普通の人から見たらね、素晴らしい体感ですね。太もも慣れちゃえば、だってこんな細い、ね、自転車に浮いてる、浮いてる、浮いてる、すごい。太もももすごい、ね、ね、大きい。え、ちょっと、すごいくてびっくりした。競輪界の中ではチビなんで。まあ、身長
だとそうですかね。うん、すごい、はいはい、でもすごい、うん、筋肉が、うん、誰言ってたんですか。ソメヤ。あ、はいはいはい、ソメヤ君。ちょうど帰っちゃいました。あ、そうだったんですね。そうだったんですね。どれくらいですか、太もも。いや、僕57。うわぁ、57?ちょっと上ですか。そうだね、本当だ。ウエストと同じぐらい。すごい、並んでみたいね。うん、これでも競輪界の中じゃもう全然細いです。大きい人、太い人で。小島健二さんが65です。65だよ、すごい、すごい、ね、すごい。同じ人間とは思えない、ね、本当にね。僕でしたらジーパン探すの大変なんで。そうですよね、なかなか。もっとそうですよね。すごい、かわいい。うん、ね、あ、そう、自転車もすごい珍しいですよね、多分選手の中でも。そうですね、うん、かわいいです。皆さんお好きなデザインを。好きなように。あ、かわいい、おしゃれ。これを乗ってる先輩の選手がいて、うん、その人が憧れてる選手が、うん、同じのに。あ、そうなんですね。あ、なんかそういうのもいいな。こだわりの、おのおの、これやっぱ珍しい方ですよね、だいぶね。すごいおしゃれな柄、うん、かわいい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 、おしゃれで、すごい浮いてるみたい。すごい、もうなかなかできないです。田中選手、ここでちょっとダウンってね聞いたのに申し訳ないですけど、ちょっと強めにもがいてもらったりとかってお願いしてもいいです。ダウン中なのに、すごい、やばい、すごい、かっこいい、すごい、すごい、かっこいい、ありがとうございます。ごめんね、ありがとうございます。すごい、いや、すごい、かっこいい。めちゃくちゃ速いし、しかもなんかアップするときに顔がもうガチョウが多かった。なんかプロの顔に、ねね、なってましたね。すごい、あ、そうか、そうね、すごい、ありがとうございます。感動した、ね、うん、これで大体どれくらい乗られる感じなんですか、今ダウン。何分、うん、まあ、その時で、まあ、今のダウンなんで、はい、10分ぐらい、レース前とかもよく乗られますよね、選手の。レース前は30分ぐらいです。もうこのくらいのペースで大体、まあ、今までもがいたり、あ、そうか、もがいたり、ちょっとこうゆっくりめになったり。長い人は2時間ぐらい乗ってますよ。それレース走る前にもうバテちゃったりとか、ね、持久力がある選手は、はいはい、そのくらい乗らないとなんかエンジンかかんない。ああ、なるほどね。僕がそれやったらちょっともうレースになる。なるほど、なるほど。もう慣れちゃえばそのバランス感覚なんかも全然もう全く問題ない感じですね。いや、すごい。あ、そうか、そうか、万が一の、すごいですね、本当にね。びっくり、こんな近くで見れるなんて、嬉しい。乗ってみます。乗りたい。いいですか。